こんばんは、市村正樹です。ちょっとリズムの話で初心者さんに大切な時空の考え方っていうお話をします。このお話は1本前の動画の山下達郎さんのサンデーソングブックうんぬんかんぬんっていう動画と、もう1個前の動画のこれやればギターが上達するっていう2本の動画の続き、どっちかにもヒントがあった上でっていう話だと思ってください。まあバンド活動とかね、まあ人と音楽を合わせるときにワンツースリーフォージャンって演奏するじゃないですか。でもそのワンツースリーフォージャンのワンって一体どこにあるんでしょうって話です。音っていうものは、まあ一回だけポンって音が鳴ったとしてもね、それがすごくこうツッっていうほんの一瞬だとしても、それ時間なんですよ。すっげえ短い、人間では聞き取るかこう測ることができないかもしれないくらいのプッっていうほんの一瞬の音だとしても、それは時間なわけですよ。でツーって持続している長い音だったら分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけども、音っていうのは鳴り始めたらいつかはこう消える瞬間な運命なわけですよ。根本的にはね、ノイズじゃない限りね。とその音が一本の横線だとこうやって考えたら、必ずそこにはど真ん中ってのがあるはずなわけ。そうするとど真ん中のど真ん中、つまり4分の1の場所、こっち側にも一本の横棒にはど真ん中が絶対にあって、その間にも必ずど真ん中があって、っていうことはまあまあさらにど真ん中がこうやってあるよねっていう、こうやって一つの音の長さを半分に半分に半分にしていくのが音楽のリズムの考え方なんですよ。だから基本的に音楽は割と4拍子の曲が多いっていうか、4拍子を基準にしてリズム譜の考え方っていうのは、音の長さを割っていくっていう考えると譜面が読めるようになっていくんだけども、まあまあとりあえずこの赤い方は抜きにして黒い方で考えたとして、じゃあここがね、1234、あれと5があるぞと、横棒としての時空を半分半分にしてたはずなのにタイミングが5つあるじゃんってことになるわけですよ。本当はおかしいよねって話になるわけ。これはリズムの数え方の基本、これは0から0、1、2、3、4で数えないと時間経過っていうのは数えられないわけ。そうするとなんかね、こういうね、こういうなんかのこう歌本みたいなもんでこうやって楽譜を出して、その楽譜を見て1234って数えていくんだけども、楽譜の中に0はないんだよ。そこが難しいところなんですよ。でも0っていうのは必ずあるわけ。0っていうのはまあ言ってみれば1より1個手前に1から2に対する距離のこっち側、1から2に行くであろうこの音の長さを1個手前の0地点から考えたのが1まで、0から1までの音の長さなんですよ。時計って1スタートじゃないよね。0があって、12時になってるけど、0があってせーの1だよね。物差しって、あ、物差しが一番音楽に近いかもしれない。物差しって0があってから1ミリで、1ミリが10回あると1センチ、0スタートですよね。そうするとこれは実はこれは譜面っぽくはないわけ。あくまでも今の時計みたいな、物差しみたいなものの考え方が音楽としての演奏者の1の前にまず0があるよねっていうのは、ドラムの人がワンツースリーフォージガジャーンって演奏するわけじゃないですか。ドラムがいないとしても自分でせーのジガジャーンって弾く、そのせーの、まあ口で言わないとしてもね、せーのがないと1個目を合わせられないわけよ。自分一人の場合は除いて、その2人以上の人が演奏するとしたら、とりあえず1から演奏し始めるには0もしくは1小節手前から誰かがワンツースリーフォーって言ってくれないと演奏スタートできないわけですよね。ってことは譜面とかの考え方っていうのは実はこっちっぽいわけですよ。1234、次の1拍目、これは次の1ね。楽譜ってのはどっちかといえばこっちに近いわけ。でもよく見ると1拍目の手前にも空間があったりはするんだけど、でもドラマーが1、2、3、4って例えば4つ数えたんじゃ、
ワン、ツー、スリー、フォーの間には、1、2、3しか、3回しか空間がないわけよ。まあだからその3回の空間を聞いて、次の位置を想定して予想して、せーのっつって全員がドンっつって次の4つ目の空間を想像して、みんなが次の位置で入るんだけど、そういう意味でいくと、ドラマーの人はワン、ツー、スリー、フォーって言ってるだけじゃ、本当はバンドはこう躍動していかない。これはドラムをやってる人に一個のアドバイスだと思ってください。ワン、ツー、スリー、フォーじゃバンドは乗らない。どうやるとバンドは乗るか。あ、ワン。自分の中でワン、ツー、スリー、フォー言う前に自分がワン、アン、アン、アンって数えて、4の裏側の音。ワン、ツー、タイ、ト、アン、アン、ツー、タイ、フォー。ワン、ツー、スリー、フォーの躍動感を、ワンの手前の一個前から、ここから数えてカウントを出すの。音に出すってことはね。こっちももちろん数えてるっていうか、トーン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 って数えといて、タッツタッツタッツタッ、アン、ワンと、はい、のアンを入れてあげるの。コンコンせーのジャーンじゃなくて、アカン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 タタン。そうすると、演奏者は、ちょっと今これ図が違うから書き直すけど、バンドの皆さんは1で全員が音を出すとした場合に、ドラマーだけが手前でワン、ツー、スリー、フォーと言ってくれると、ドラマーさんがここ、ここ、ここ、ここをなんとなく感じているっていうか、出しているっていうか、あ、1、あ、2、あ、3、4っていう裏っ側のリズム感を、あ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 、うんって出してくれると、他の楽器のドラマーのカウントを聞いているギターとかベースとかキーボードの人たちはここを感じることができるわけ。4の裏を、あ、ワン、あ、ツー、あ、スリー、あ、フォー、あ、じゃんって演奏することができるわけ。それは僕が前の動画でやってたように、テンポ60で16分音符を弾くのはすごく難しいけど、そのテンポ60の裏のリズムを出して演奏すると楽勝で弾けるようになるって言ってるのと同じなんですよ。基本的にはドラマーはワン、ツー、スリー、フォーって言ったら、バンドマンは全員音が入ってくれるよねで練習してるとは思うんだけども、その裏側の音をドラマーが感じているかどうか、そしてもちろん他の楽器奏者も裏というものを感じることができるかによって、楽曲がスタートした時の最初から躍動してスタートできるかどうか、なんかナショナションナショナションとリズム感がないまんま演奏がスタートするかに関わってくると。そうすると、僕がよく動画でやってる地味編の曲をプレイする時みたいなやつって、平常だったらこれ全部ダウンピッキングで弾けるで、表拍ですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーって弾いてるだけですよね。でもそれじゃあ地味編にはならないって僕が言ってるのは、その裏側のリズムっていうのから入っていく、今すごくちっちゃい音で裏拍を入れてるの分かりますか？もう一回いきますよ。こういうのが時々っていうのが裏を感じながら演奏してる人ってことになるんですよ。分かりやすいね、今ね。スコアブック買ってきて書いてあるのはこっちだけですよ。それをこうやって弾くって言ってる僕は。これは音と音の間にはど真ん中があって、そいつも感じながら演奏していることではあるんだけども、そこにほんのちょっとだけその裏が後ろに行っているのが地味編だったりするんだけど、その辺はちょっと、かなり上級コースかもしれないんで、おいおい分かっていけばいいことなんですけど、まあ、例えばこう、
こうなんかポンって一個弾いただけの時でもっていうのと、その裏っ側にチャッカポッコ、これとこういうのはちょっと出ちゃうわけですよ。リズムというものに美味しく乗っていれば、こういうブラッシングと呼ばれる、まあドラムの先生とかベースの先生ってよくゴーストノートっていう言葉を使って生徒さんにレッスンするんだけど、ギタリストはあんまりゴーストノートって言わないんだけど、それっぽいもの、ブラッシング音って言っちゃうんだけどゴーストノートみたいなもの、こういうのがワン・ツー・スリー・フォーの間にワン・ツー・スリー・フォーっていうのがあって、その手前のワンっていうのは絶対に、絶対にですよ、ゼロスタートだから、ゼロから数えたワン、ゼロから数えたワンっていうのが必ずあるんで、ワンって言ってワンつって演奏できるわけじゃないってこと。僕一人が自分一人で人前で演奏するとしても、こんな風には演奏できないんですよ。それは一個手前にあワンツーのアがある。じゃと小説としてのこう A メロが始まる一小節目の手前に、鏡のように反対側にすでにあったであろう時空のリズムがあって、そいつを演奏する手前に感じていてから演奏するってこと。それのもうちょっと先に行くと何があるかっていうと、裏拍からものを数え始めるっていうのがあって、それがやっぱこの人たちすごいなっていうのは ACDC なんですよ。まあ、ACDC っていうのはまあまあね、アンガス・ヤングがまあまあ一番目立ってはいるんだけど、世の中で一番リズムのそのリズムギターのこうカッティングとかそういうね、あの目立つことじゃなくって、目立たないのにとんでもないなこの人のギタープレイって思うのは、アンガス・ヤングのお兄ちゃんマルコム・ヤング、あの人の左手の手の動きはすごいよっていう、ちょっと話されてるけど、 ACDC っていうのはこうね、こうやって演奏してるんだけど、あの人たちの根本的リズムは裏側で物を数えてんだよ。だから僕たちがパッと見で ACDC のなんかの曲聴いて、ああかっこいいなと、ハードロックやのって普通にほほんかっちょええとか聴いてるんだけども、いざギターをコピーしようとすると、お待てよ、どっちが表だっていうのが分からない仕掛けが隠れてたりするんですね。それは例えばこれは僕らギター講師が生徒さんに教える時、もしくは僕が ACDC を初めてコピーした時っていうのは、このフレーズはアップピッキングから弾くんですよっていうふうにレッスンはし始めるわけよ。これがまあまあ裏側の音から音は出始めて、アップピッキングから始める。で辻褄合ってますよね。アップピッキングからキラリーっていうのを弾けば辻褄は合ってるんだけど、アンガスはダウンで弾いてるんですよ。あれこうやって弾いてんのよ。これがそのまあまあちょっとあの話が、他に行ってますけども、裏拍から彼らはリズムに乗っているんですよ。じゃないとあの足はなかなかできない。割と似たような曲が多いわけじゃないですか、 ACDC って。でまあハードロックですと、 SG 一本でやってますとね、コードもまあ A と C と D が多いですとね、ね、そういう一本気なバンドで同じ感じのまんま何十曲も何十曲も作って、でも世界中でめちゃめちゃ受けてると。あの人たちは本当は、どこだ、オーストラリアの人じゃないんだよね。うんた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 の方なんだよね。
そのまあまあそれがどう関係あるかは別として、同じような曲ばっか作ってるようでいて、あれはどうしてあんなに世界中で受けるのかっていうと、リズムの僕が言ってる裏拍と表拍の裏拍の感じ方がすごいんですよっていう、そういうものはやっぱりこう楽器を弾かない人たちのオーディエンスにも多分響いてんだろうなっていう、うん、別にそのアンガスのリードギターがさキュン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 やってもさ、そのあのある種ものすごく暗記しやすいフレーズを弾いてるってよりも、だいたい毎回同じようなリードギターは弾いてるわけですよ。覚えにくいメロディアスではないこういうリードギターを弾いている。だからギタリストにとって、例えばリッチ・ブラックモアのハイウェイスターのフレーズとかさ、クリームのクロスロードのフレーズとかさ、ジミー・ペイジの天国へのチャンピオン違う天国への階段のリードギターのフレーズとか、そういうふうに覚えやすいわけじゃない、すごいこう題材としてレッスンにすごく使いやすいリードギターじゃないけども、彼らのリズムっていうのは裏から始まってるんだよっていうふうに聞いた上で何曲か聞いてみてください。数えにくいっていうか、なるほどっていうのがどっかで見つかると思います。ってな感じで、今回はとりあえず1と2と3と4の間には必ずど真ん中っていうのがあるはずで、それの1個手前から音楽には乗っていくんですよ。全員で1で演奏するには1個手前のこの赤いポッチン、ここを感じることが必要です。そのためにドラマーが1、2、3、4とカウントを数えていてくれています。そのカウントのうちに1、2の間に真ん中を感じる、2、3の間に真ん中を感じる、3、4の間に真ん中を感じるから、4と次の間に真ん中を感じて1を出すことができる。そうすると全員があんまりずれずに同時に音楽が入れる。それは早いテンポだと割と楽だったりするっていうか、ずれがバレない。でもすっげー遅い曲だったら、この時間空間が全部が長いんだから、遅い曲だとちょちょんってずれちゃう可能性があるわけですよ。それが僕が前の動画でも言ったテンポが遅い方で弾く方のが難しいんだって言ってること、その遅いテンポを攻略するにはその遅いテンポの真ん中をまた探しに行かないといけないわけ。というふうに1、2、3、4と数える4つのリズムの中には必ず真ん中というものが存在しますよね。は4の次にも真ん中があって、次の小節の1に行くと。でそれのまたど真ん中があると、ど真ん中がある、これがタカツク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 で四四十六の16分音符16ビートになるわけですよ。ギタリストだったら右手で16ビートを弾くってことは、タカツク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 ってね、1だけ数えて4倍で手を振ってれば16ビートは弾けるんだけども、足が1、2、3、4でしょ。ってことはその合間の8ビートたるものは、足は数字のとこでしか踏んでない、体はタッツ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 って裏も乗っていく。そうすれば右手がその2倍で弾いてれば16ビートが弾きやすくなるよね。安定したリズム感で右手が16ビートを弾き始めるよね。まあ、この辺の話を全部総括していくと、1と2と3と4とって最初は数えましょうっていうふうに音楽の初心者さんにはそうやって教えていくわけで、中級者さんがもっともっと行きたい、もっとリズムに関して上級者になりたいっていう場合は、これは等1、等2、等3、等4って数えるんですよ。でここの4の後の等はもう次の1に向かっていく等なわけ。こっちのなんていうかね、そのリズムをあんまり練習してない初心者さんのうちっていうのは、1、2、3、4、1の次の小節の1が早くなっちゃいがちなのがリズムの落とし穴だったりするんだよ。つまり 4の後ろが短すぎるの。1、2、3、4って数えているから、4で数え終わっちゃう癖がついちゃうから、次の1までの距離が短くなっちゃうわけ。
ワン、ツー、スリー、フォー、ジャーンになっちゃうわけよ。それはあかんよってことで、一等、二等、三等、四等、ジャーンっていう等を数えましょうね。タイミングの間には必ずど真ん中があるからねの4の次の等もちゃんと数えるんですよ。でも1等2等3等4等ジャンが少しジャンが早くなっちゃう人が世の中には多いわけ。それはまあ若い頃の僕もそうだったわけですよ。今はちょっと年年人ってちょっとね余裕持ちすぎちゃう時があって、あれやけども、じゃあどうするとリズム感が良くなってくるんですかっていうと、1等2等3等4等って数えるんじゃなくて、あやぶむなかれ受験生の皆さん、これはこう覚えてください。と一とうに、とうさん、とうし。と一、と一っていうのは借金こさえた時に、利子が10日で1割っていう鬼のような、ものすごい率の、めちゃくちゃな金貸しの、で首が回らなくなるっていうことを、と一っていうんですけど、と一とうに、とうにっていうのは、もうとっくにっていう意味ね。とっくに。と一の借金をしてしまったらもう等に、とっくに等に、等さん、等さん、はい、等さん、もちろん投資、はい、と一で借金こさえて、とっくに等にもう等さん、住むところも着る服もなくなって投資しちゃったっていうね。と一等に等さん投資で覚えてください。そうするとそうすると等1、等2、等3、等4、等1で本来のジャーンって弾くべき一拍目、一小節目の一拍目にジャーンって演奏することができる人になっていくんですよ。マジでマジでマジで、等1、等2、等3、等4、ジャーン、1個手前で等を1個数えていくことによって、ここの等を数えることによってちゃんとジャーンって入れるようになります。音程で音程やって、等1等2等3等4等1等2等3等4等1等2等3等4等1等2ね、今僕が言っている等1等2等3等4の後のゴンがガンって音が、急いでないでしょね、音程やって